んにちは。本当に皆さんが会いたかったです。2年の半年の前はたくさんのことが変わりました。皆さんの顔を見るだけでたくさんの感想を感じています。僕は、その中でもっともっといいアーティストになれるようにちょっと頑張りました。考えながら毎日毎日頑張ろう頑張ろう頑張りどうしたいんだ。どうしよう。頭がバタバタしています。정말하고싶은말이많았습니다。本当に皆さんにお話ししたいことたくさんあったんですが、여러분께프리징타임을불러드리면서정말내오랜감정을다전달하고싶었어요。皆さんにプリズムタイムという曲をお送りしながら、僕の中で長い間感じていた感情を皆さんに伝えたいと思いました。이노래가사가그동안의우리의관계를너무잘대변해주고있는것같아서네너무마음이슬펐어요。この曲の歌詞が僕たちの今までの関係というものを代弁してくれているようで、なんかちょっと悲しくもありました。여러분들이이렇게막상오랜만에이렇게보고나니까이사고였대久しぶりに皆さんと会うと한편으로는안심일차적으로돼요一方で安心している気持ちがあります。이어려운시기를여러분이잘이겨내줬구나この厳しい時期を皆さんもちゃんと誓ってくれたんだなと思います。그래서눈물이굉장히많이날뻔했던것같아요。だから本当に泣きそうになりました。이제여러분들에게약속드리고싶은것중하나가그런데皆さんに約束したいことのうちの一つがあります。이제이렇게오랫동안떨어질일이없으니까これからはこんなに長い間離れ離れになることはありません。희망의벨소리를종소리를울리려고오늘이자리에왔습니다。今日は皆さんに希望の鐘の音を鳴らそうと思ってこの場にやってきました。これからは笑ってくださいね。또오랜만에우리ジェミニバンド여러분들인사안할수가없어。そして久しぶりのジェミニバンドです。Thank you.
っぱい明後日楽しい気分で帰れるように頑張れるんで、まあね、頑張りましょう。日本に계속살았던사람같아요그때어딘가에숨어살았던사람같아요サイナンさんはですね、まるでずっと日本に住んでいたような、どこか日本で隠れ住んでいたような感じがしますね。日本語が非常に重要な話です。ゴンちゃんもずっと日本語を忘れることなく未だに上手です。久しぶりです、日本です。
멀게만느껴졌던게처음입니다こんなに日本という国が遠く感じられたのは初めてでした。불과집앞에있는공항에가서불과두시간이면올수있는이거리가이렇게오래있는시간이었네本当に家からちょっと行ったところの空港に行って、わずか時間余りで来られるこの距離が本当に遠く感じられた日でした。2년반동안의우리의아쉬움을오늘이무대에서아낌없이쏟아붓겠습니다この2年半の間の私たちのこの無念な気持ちを今日のこのステージにぶつけたいと思います。次のステージは、リオスタイル。